今日呢，我想分享一下日本吉利生活的最后一日。其实我分享一下那阵时呢，我要吉利七日，所以我冇得唔留喺屋企啦。虽然一日都要报告自己的身体中风被战俘，但是一日都可以识妈妈的煮嘢食，同埋可以同屋企人今次倾下偈，所以觉得好开心啦。是我留在乡下的最后一日，我问了家人一啲问题，问大主语为语，是呢两年我父母对我在香港生活有咩谂法呢？まず香港に行くって決めてからの心境をちょっと聞こうかなと思って。自分の心境を突き進むっていうことはね、いいことだから、決めたことが香港であれば応援しようかなと思ってた。まあ、自分次第だ。僕にはすごいいい教育方針でしたね、はい、海外にいずれ行くだろうなっていうのは日本の大学時代の行動を見ていて感じてたから、いっぱい国に行ってたでしょ。それは自分が決めればいいことだなっていうのは思った。日本の大企業に入って安定はするかもしれないけど、本人が働きながら受験勉強応援したくなるよね。仕事から帰ってきて勉強、土日も勉強、受かってほしいっていう方にシフトしていったかな。不思議なことね、みんな自分のやりたい仕事についてるから。実際この間の期間どう思ったのかなみたいな、親に見せるってもそうだし、親戚に見せるってもそうだし、 YouTube を見せることによってとりあえず今僕は元気ですよと、まあ、Twitter とかもね元気ですよってアピールはしてるけど、僕からその積極的に連絡することはなかったやん。めったに半年とかその連絡しなくてもそんな気にならなかったって、自分がネタやってないのそれともやめTwitter とか YouTube 普段アップような気になってるので、生存確認できるんで、うん、危ないこととかね、崖の上からあるのか写真撮ったりするのを見るとちょっと心配しとったけどね、うん、まあだから毎日無事でできるようにっていうのは神頼み。一言で言うなら、こんなに会えないとは思わない。2年だもんね、確かにね。会いたいけど会えないから諦める。で YouTube をやってから見れるから、じゃあ生存確認はできる。アリスが本当に感謝だよね。そう、YouTube をやってくれたから安心した。あんまり連絡してこないのは分かってるから頑張ってるし、言うのも良くないのかなっていうのが、なるべくストップをかけている。だからまあ、このコロナが収まればいい、香港に行きたい。あの台湾のマンションは衝撃的だ。あの YouTube で見ると広く見える。扉を開いた途端に、え、香港行きたい、早く香港行きたい。結婚とかね、多分皆さん僕の同じ年代差してると思うけど、それに対してはこうどう思う、僕のそのこの自由なライフスタイル、うん、まあ、できれば平和家庭を続いてほしいなとは思うんだけど、こうやってしたらね、まあね、うん、本人が違う道を歩みたいし、否定はできないから、自分の人生だから今は早いと思う。最低5年は早いと思う。わかんない、巡り合わせがあって急に別に結婚したってもいいんだけど、まあ5年はしないんじゃないって思っちゃう。今回でもね、空港着いた時に彼女も連れてきてくれるかなっていう、そういうサプライズで、サプライズで、サプライズ、そんな期待は全くなかったけど、やりたいことをやり尽くしてから結婚してほしい。そうして言うとかなり協力的だし、もう結構僕の考えに理解があるし、結構前向きなフィードバックを世間で言われて、香港の人たちが思ってるちょっとこう伝統的な典型的な感じではなく、子供がやりたいようにしなさいっていう、まあ、放任主義まではいかないけど、子供の個性を尊重するみたいな、そういう家庭で育ちましたっていうことはまあ言えるかなっていう。できる範囲でやらせてきたつもりではいる。なんかやりたいって言えば、自分の子供に共通する資格はない。自分はなんで好きなのにしていたの、よくすごいねって言われる、理解してあげられるねみたいな、不思議がられるかな、寂しくないのって、なんかちょっと自分が冷たい人みたいに見られることはある。決して寂しくないわけじゃないよっては言うんだけど、変わった家庭なのかなっていうふうに見られてるんだっていうのは、みんな言われると、あ、本人がやりたいから仕方ないよっていうね、褒められることもある、そうやって不思議がられることもあるんだけど、子供の声を拾って、ただその時に思いついた興味持ったものをすぐやらせられる環境に常にしておくっていうのに心がけて、やる気にならないじゃ見つかないの。わかりました。また1年間会えなくなるけれども、それに対してはまあ別に、まあ、頑張ってくださいよっていう感じで。頑張ってくださいよ。元気で、ね、無事でいてくれれば。でも危ないことやめてねって。まあ、香港に行ってから危ないことじゃなくて、今までもいろいろね。そうだね。
あの危ない国とかヒヤヒヤすることがたくさんあったから、今更っていうのはあるからね。そうだね、いろいろあったもんね。神に祈るしかないもんね。そう、1年に1回はドキドキ感を味わわせてくれるから、うん、ここの2年はもう激動すぎて、うん、いやまあイタリアであったけどね、本人もそうかもしれないけど、え、どうなっちゃうのって、もうこれは日本に帰るしかないのとか、正直息子に聞けないし、それも本人が一番踏ん張ってるから、だからやっと2年半で報われてきた感はある。元気で頑張ります。ありがとうございました。新しいお家に行きたいです。モンスターバージョン見に行きたいなと思ったけど、そうだ、ちょっと厳しいからね。うん、ちょっと厳しいかもね。